名古屋最高だったからね、ハックフィンが9月3日本当に共演者とかイベント主催者ベースメントクラブのおかげで、はい、本当最高の日だったから、それを今日のこの9月4日足利に、はい、ここにね、はい、しっかりその炎を絶やさないようにもうちょっと喋りたいね。あ、すいません、ちょっと頼む、はい、もう一回やります。いやいやいいまあけどそんな感じでね、ものすごく気合が入っております。なので今日も全力でがむしゃらに頑張っていきます。今日の意気込みをやる気あるよ、だって昨日の夜お疲れ様です。やる気ある格好してるんでしょ、だって何それ、なんかすごい優位。ごめん、してねえ着替えるよ、せーのよいしょ、はい、着替えた。たかし、あやる気ある今日。え、ちあるおい、やる気しかねえよ、俺いつも頑張ろう、おさむ、今日も楽しもうぜ。イエーイ、おい、昨日、お疲れ様でした、名古屋。どうでしたか皆さん、ロンドンコール来たって言ってましたけど、どうでした。すっごい嬉しかったです。そうですか。今日の意気込みはどうですか。今日もガツンと行きます。名古屋、お疲れ様でした。どうでしたか。お疲れ様でした。いや、もう最高でした。今日も全力で飛ばしてくんで、よろしく。いやね、いい企画になってきてます。ありがとうございます。これが足利のライブハウス大使館です。前はね、ちょっと違うところにあったんですけど、今こっちに移転してもう何年か経ったのかな。本当にライブハウスなんで、北関東のね、皆さんももし何かあったら遊びに来てください。じゃあ、決まったんじゃない。
最高でしたね。最高以外に見つからないんだけど、最の高でしたね、うん、プリズナーね、今後も追っかけた方がいいですよ。よろしくお願いします。それは当たり前、それは当たり前や。うるさいよ、うるさいよ。ダーティーも追っかけられてない、ね、やばいって。ロデスの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。どうだった、どうだった、今日は。いやもう久々の足利でめちゃめちゃ楽しかった。ほんと、はい、最高でした。どうだった、完璧です。じゃあ頑張っていこう、頑張ったな。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、すげえかっこいいと思ってよ。ありがとうございます。オファーかけさせてもらって、今日本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。しかも、楽しかったです。ありがとうございます。まだ東京でも撮ったので、はい、ぜひ一緒にやりました。もちろんです、ありがとうございました。以上です。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。いや今日も最高のライブができました。ここはね、栃木県の足利ライブハウス大使館、これが正式名称で、店長の岡田社長です。社長です。社長です。で、若田さんです。ポップガレージっていう昔にあったところでも PA やっていただいて、本当に最高の音作りをしてくれるんですね。で、その演者に合った音作りをしてくれて、若いやつらもこう育てようとしてくれてる最高のライブハウスなんで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。何か一言いただいてもよろしいですか。じゃあ社長から。はい、どうぞ。皆さん、足利ライブハウス大使館で待ってますんで、皆さん来てください。よろしくお願いします。そうですね。はい、まあこんな時期に負けずに、スタッフ一同力を合わせて、頑張っていますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。はい、住所の方は後で続編に入れていくんで、まあこの辺に入れば、ここら辺に入ります。お願いします。全国でぜひ行ってみたいなとか、ツアー行ってみたいなって、若いバンドだったり、もう年がいってたとしても、これからちょっとライブやりたいっていうのは、ぜひぜひ最高に盛り上げてくださるスタッフが待ってるんで、よろしくお願いします。お願いします。